こんばんは。ですね、5月8日午後7時2分30分ですね。若干ね、生放送はね、こういうことありますね。今ね、若干トラブりましてね、2分30分遅れましたよ。いつも通りね、生放送でお送りしております。341回ですね。今日の松代なんですけども、最高なんかなってますね。あれちょっとなんかいろいろ入ってますね。はい、生放送ね、ここでですね、はい、私のしゃべくってやつがまた入ってますね。はい、OK ですね。はい、だそうですね。いや、生放送はね、スリルありますね。はい、ということで、ね、今日の松代なんですけれども、予想最高気温は、ね、24度ですかね。もっとあったような気がしますね。25度、6度あったかな。暑かったですよね。はい、上着いらなかったんですけど、夕方になるとね、やっぱりちょっとあの上着必要になりましたね。ということで、今日の夕刊ですね、今帰ってきてね、慌てて今見たんですよ。したらね、決選投票ね、フランス大統領マクロン氏、当選ですね。ルペン氏に大差ということでね、60% と 30% ぐらいですかね、なんか予想そういう風だったですね。ということで、新鮮な夕刊です、ね、ということで、今日ですね、なんかこちらね、皆様昔50年ぐらい前のね、青年は多分ね、お顔を拝見したことあるかもしれませんね。テレビでよくやってるね、あの人は今なんてのね、出てくるかもしれませんね。千葉ひろ子さんね、千葉ひろ子さんってお伺いするとね、記憶ある方もいらっしゃるかと思うんですけども、札幌オリンピック、選手で多分ね、メダル取ったかどうかっていうところはね、後でねお伺いすると思うんですけども、女性として初めてですかね、オリンピックに出場したということで、千葉ひろ子さんに、おいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで千葉さん、はい、今ねお話したんですけども、はい、このスキーねですよね、出たら、はい、そうです。そのスキーっていうのはどうしてこの始められたんですか？そうですね、うん、高校に入学してから始めたんですね、うん、で、あ、それまでやってなかった？やってなかったです。あ、そう。当時は女子はクロスカントリーとアルペン、うん、まあ、クロスカントリーは距離競技って昔の人はご存知だと思います、はい、その2種類しかなくて、うん、私はクロスカントリーをやりました、うん、それは高校に入った時にね、うん、スキー部の当時の先生が、うん、オリンピックに出たいものはスキー部に入れてきたんですよ、うん、あ、それでもすぐに入って入った？いや、オリンピックは何度やという部分だったけども、オリンピックもよく知らなかった。それで先生が募集に来たということで、うんうん、あ、そう、それで入ったんです。先生が来たから、はい、はあ、生徒じゃなくて先生が来たから、これは信用できると。あ、なるほど。作業読んでますね、はあ、それで高校入ったと。それでクロスカントリー始めたのね、さっきほどお話ししたんですけども、はい、クロスカントリー、クロスカン、アルペンとクロスカントリーあるじゃないですか、はい、なんでそのクロスカントリー？先生がですね勧めたんです、うん、ということは、うん、部員募集して入部した、まあまあ、部員をですね、うん、全部一堂に集めて、うん、いよいよスタートのマラソンをやったんです、うん、スキー部なのに。スキー部のマラソンでもやるトレーニングでですね、うん、それで、まあ、8キロぐらいを走ってですね、うんうん、私がダントツ1位でだったんですよ。はい、それまで何、陸上かなんかやってたんですか？陸上の800メートルやってました。中学校に。なら強いわけだ。いや、それなら先生がですね、お前足速いな、速いなって言って、うん、はい、クロスカントリーで、足の遅いものはアルペンというふうに分けてくれたんです。それでクロスカントリーだと、はいはいはい、それでスキー始めたんだけれども、はい、成績どうだったんですか、高校時代の成績は？高校時代の成績はですね、うん、最後に県大会の時は、うん、1年の時に2位取ったんですよね、うんうんうん、それからインターハイでは、最後は、優勝はしなくて入賞ですね、うんうんうん、はい、あ、それが高校時代と、はい、いうことで、じゃあ
そのまだオリンピックまではだいぶ時間ありますよね。はい、はい、これでなんかその大学に行ってからっていうことは、大学高校はその程度、程度って言っちゃいけないけど、はい、それで大学行った。え、あの高校卒業してから地元の市役所に入りました。あらで市役所に入って、うん、そこでまたずっと練習をしてたんですね。それで当時の市長さんがすごく、うん、市長さんが理解あって、うん、まあ機械事務局のだったら、うんみんながいいんだろうと、うん、ここから練習に行っても、うん、ということで議会事務局で速記、うん、の選手をやってました、うん、はい、あそれで、いろいろインターハイのいろんなところに出場した、もうインターハイじゃなくてもう国体全日本、うん、国体全日本ですね、うん、そうかはい、おでその時の成績はどうだったんですか。だいぶ良かった。え、良かったですね。失礼な言い方だな、はい、だいぶ良かったなって言えないね。国体でね、結局あの全体的に言うと国体は6回優勝してますので、うん、人生でね、すげえ。全日本は5キロ、10キロで12回ぐらい優勝してますので、そう何に何回っていうのはちょっと今うん、うん、いいです、いいです、はい、うん、なるほど、そうなんですか、はい、それでその後どうその後ですね、あの6年ぐらい勤めさせてもらって、うん、その後大学の方から、うん、そのスキムの先生が来て、うん、大学にスカウトしに来たんですよね。大学から、はい、その湯沢市、まあ、市役所まで、はい、あらじゃあ千葉さんのその名前を知って、だと思います、成績を知って、はい、東京から来ました。秋田まで来たまし、わざわざそれでいろいろお話を聞いて、それで今度この市役所辞めなくて、私もまだスキーやりたいから行きたいなと思ったんです、うん、大学でもあるし、うん、はい、そしてはい、って言った、うん、違う、やっぱり、うん、議長さんの許可を、議会事務局の議長さんの許可がいなければ、はい、できないので、うん、市長さんと議長さんにですね、うん、実はこういうわけで大学から、うん、スカウトに来たので、うん、行きたいと、うん、いうこと話したんです、はい、そしたら市長さんが、うん、ひろちゃん今当時26ぐらいでしたからね、うん、はい、うん、向こう探してるんだって言われたんですね。向こう探してるからなんで東京行くんだと、うん、って泣いちゃったんですと言われて、ほら市長さんが泣いちゃった、はい、行きたくて、そしたら議長さんが泣くほど行きたいのかと言われて、うん、はいっつって、そんならしょうがないなということ、それで、大学の、はい、入った、はい、でそれだいぶ年です18だから24ですね。ああ普通18だね。そうです、18じゃあ18歳の人と同級生、はい、同級生で後輩も何か入りましたのね、2人ぐらい入ったかな、あ同級生だねそう同級生です。じゃあそれ学生なんでしょ、大学生、はい、大学生でコーチで呼ばれたんでしょ、いやいや大学生で選手とコーチと両方やってくれって言われた、学生と、学生とそう、はい、三役しました。あそれで大学では選手とも出て、もちろんインカレで、うん、インターカレッジでですね、うん、優勝しました。あ3回2回かな、あごめんなさい3回か4回してます、はい、なるほど、はい、すごいんですね。だからやっぱり千葉ひろ子さんの名前はみんな知ってるんだな、全国的ないやどうかなそれであれすぐにオリンピック、まあオリンピックじゃねえ、まだオリンピックのことは先にそうじゃけねえな、うん、そうですね、うん、それでその時にですね、うん、大学卒業する時に、うん、今の北野建設のスキー部で、うん、スキー部を作ると社長がおっしゃってくれて、うん、それじゃあそのいい選手連れてこいということになったらしいんですね、うん、それで、それじゃあそれでその私がどうだと言われたんですね、いうことでスキー部作るから来てやってくれないかと、いうことになってお世話になることにしました。で北野建設来たと、はいはい、で長野来たんだ、マキさんに大分怒られましたけど、どうでしょうな、ね、いろいろありました、怒るよね、はい、いろいろありました、なんだお前蹴ってくると思ったら蹴ってこれんかいなんてね、なったんでしょ、ね、俺だって言うよなそれで北野建設の時に札幌オリンピックか、そうです、で札幌オリンピックに決まったね、はい、
でしょ、はい、成績いいから、はい、どう思いました、そのオリンピック出場決まったという時は。いや、やっぱりね、頑張ろうと思いましたね。で、私のスキーなんでかって言いますと、私のスキーずっとやってる時に、うん、いろんな人からいろんな風にお守りとか、うん、頑張りようとかいろんなものをいただいてる全国からですね、うん、そういう人方に逃げ、これは報いる、うん、一番の近道だなと思ったんですね、はい、で、あれ、メダルが取んなかったっけね、確かそこまでは行きませんでした。行かなかったね、はい、でもなんかいいとこまで行ったんじゃなかったっけ。リレーで9位っていうのが、あ、私2走走ったんですけども、うん、8位までが入賞だった。そうそうそう、新聞に書いたかもしれない、なんかね、入賞を一歩、ね、もう一歩で入賞だったってね。だからかすかに40年ぐらい前かな、50年ぐらい前かな、忘れ計算できないけど、ね、それぐらい記憶残ってますよ、はい、それでなんか素晴らしいことがあったらしいじゃないですか。はい、そうですね、札幌オリンピックで、はい、10キロゴールした時にですね、うん、コーチに呼ばれて、ちょっと広く来いということで、うん、それで行ったら、うん、今の天皇陛下と皇后様、天皇陛下、昔は本物でしょ。そうで す, うです、天皇陛下と、うん、皇后様がいらっしゃってたってですね、千葉さん見に来たの、天皇陛下が、うん、すげーなー、お苦労様でしたって、ね、頑張りましたねって言われました。最高のあれですね、これ。それは感激して泣いちゃったんですよね、はい、感激しました。まだ歯吐いてましたから。あ、そっか、ボルス試合滑った後だったから、すぐだから、あ、泣く暇なかったか、はい、歯吐いてて、はい、それでもう時間もね、だいぶ過ぎてきちゃったんだけども、はい、長野オリンピックでもなんか村長、選手村の村長、うん、パラリンピックも、あ、ごめんなさい、副村長です。パラリンピックも副村長をさせていただきました。それで、あ、いけね、これ出すの忘れちゃったな、これを、それ札幌、あ、これ札幌ね、うん、練習、ここ、私の練習記録です ね, ね、これが、はい、これが練習記録、はい、それがずっと高校1年から辞めるまで何冊もあります。これをこんな風に、こんな、ちょっと見ていいですか、はい、こんなのずっとこう、はい、書いてた、はい、どのくらい走ってどうだったかとか、これは何冊もある、ずっと終わるまでやってましたね。それで、これが札幌オリンピックの、え、こっち、あ、そっちですね、そっち、あ、今、あ、これです、あ、これは手で隠しちゃいけない、そのが、私が2走走ったリレーの、ほうほうほう、それで、ストックを立ててない方が私です、うん、あ、立ててる人が3走で、あ、タッチしてるとこだね、タッチしてるとこなんです、あ、はい、もう疲れて、滑ってきて疲れて歯吐いてるとこだはい、そうです、で、これが、はい、これが私の夏の練習ですね、夏の練習で、やっぱりこういう山坂をですね、うん、ストック持って、うん、ストックランニングするんですよね、で、頭の中は、うん、もうコースを、冬のコースを抱きながら、はい、うん、そして練習しました。やっぱりこの右側のもそうです、これも山道を、山道を、はい、カントリーだから、はい、それはあれです、想定して、はいはい、山道を想定して、こういう苦労があるんでしょうね、いや、はい、そうですか、はい、わかりました、はい、それで長野、すみません、長野オリンピックなんですけど、はい、やっぱり長野オリンピックも、スキー、スケートとかいろいろあるんだけども、やっぱり長野のオリンピックも、はい、やっぱり記憶に残ってるのはスキースキーですね、スキーのクロスカントリーですね、はい、そうですね、はい、あとは選手村の副村長でしたから、うんうん、村長さんの補佐をしたり、うん、まあ選手村のあれも回ったりですね、だいたい31日ぐらい過ごしました、うちに帰らないで、私たちも寝泊まりをして、はい、通算オリンピックとパラリンピック合わせると、45日です、はい、すげえね、はい、そうですか、本当に大変でしたね、でもまあね、少しでもいい選手の方にいい記録を出してもらいたいなって気持ちがありました、はい、それでね、もうだいぶね、時間も過ぎてきちゃったんだけど、はい、ちょっと時間何分から始めたか分かんなくなっちゃった、あと5分ぐらいあるんですか、2、3分、5分ぐらい、はい、
5分だ、あ、いや、5分ない、あと3分ぐらいですかね、はい、わかりました、あと3分ぐらいなんですけども、それですね、なんか松代にね、はい、オリンピックを通じてこの松代ともだいぶ関係が深いそうなんですけども、松代をすげえお好きだって、松代にすぐじゃねえや、ちょくちょく置いてなってるところなんですか。そうですね、はい、いつも置いてなってるんですか、松代。私あの松代病院にお世話になってますので、うん、なるほど、その帰りにいろいろあちこち寄ってみて、非常にあのちょっとやっぱり違いますね、普通の町とね、こう物静かな。どんなところがいいですか、物静かたちか、やっぱりそのなんというその雰囲気が、昔の伝統がありますので、はい、落ち着いた、知ってた、そうです、はい、いいですね。特にいいのはどっか、いろいろ回ってらっしゃるんでしょ、はい、真田邸とか、真田邸とか、うん、あの公園とかですね、うん、博物館、あの真田邸とか、あの、宝物館、宝物館とか、館、うん、あの文部学校とか、そういうところは何とも言えないその感じですね。あと松戸城もいいですね。松戸城もいいですね、はい。あとなんか造山地下壕もなんかお好きだっていうふうに聞いたんだけど、造山地下壕、そうなんです、あそこできました、はい、そうですね、はい、何回行ってもいいような気がしますね、はい。そうですか、はい、それではですね、あのもう時間もね、だいぶ3分になっちゃったと思うんですけども、はい、最後にね、はい、この松代の人にですね、何かこう一言あったら、はい、一言でいいですか、私、はい、やっぱり松代って素晴らしい、町ですので、うんうん、皆さんはやっぱり自信を持って、うん、紹介したり連れてきていただきたいなというふうに思います。で、子どもたちを育てる中で、私はあの皆さんに育てられたような気がするんですよね、精神的にも肉体的にも、そういうような形の中で子どもたちがこう引き継いでこの大事なところに行ってもらいたいなというふうに思います。千葉ちゃんまだね、現役でお勤めなんだもんね。そうなんです、ね、はい、子供さん見てるでしょ、子供、はい、プラザで見てます、ね、はい。で、あとその現役だからね、そんなに松代に来て、そんなにゆっくりとこう見学できるんだけども、はい、そうですか、定年、まあ定年は過ぎちゃったけどそろそろ、そろそろです、そろそろね、はい、そしたらまたゆっくりと松代ね、はい、そうです、はい、ストックウォーキングしながら、そうですか、歩いてみたいなと思います。はい、はい、いやいや、今日は本当にお忙しいところありがとうございました。どうも。はい、はい、ご苦労さんでした。今度はね、テレビ出てるかもしれないよ。あの人は今で。そうなの。そうかい。そうですよ。はい。はい。お知らせはですね、はい、これまた武家屋敷もありますね。まあ、この間も言ったんですけどね、お庭拝見で。はい、まあ、これ今度は、回数っていうかね、件数を減らして、でね、寝台の先生に、ゆっくり、説明していただくっていう形ですね。ちょっと20名ぐらいでしたかね、募集かけてますんでよろしくお願いします。それからもう一つ、真っ白いまちづくり研究会、5月の例会ですがね、17日に行います。でこれはね、前のね、宮下健二先生って言うんですけど、文化財の理事なんですけどね、82の文化財団の理事さん、はい、でその方に来ていただいて、松代の町歩き、ね、松代の、ね、地元側からの出発っていうので、まあ、松代いろいろなものあるじゃないですか、その地元の、ね、また再発見っていうのでね、ちょっとやれればいいかなっていうので、これ当初初めてなので、まあ、その勉強会じゃないですけどね、そういったものを、ね、ちょっとやるかなという形です、はい、17日、7時からですね、行いますんでよろしくお願いします。はい、はいはいはい、予告を。予告、ですね、来週は私やりますけどね、はい、今度はちょっと珍しいんですね、信州の名工2016年地位表彰を受けてっていうので、うん、これね、この
三上さんっていう表層店さんなんだけどね、うん、あの清野にあるんですけど ね、この方は 見えていただいて、うん、この名工2016年の、ね、知事表彰になってどういう形でね、受けられたのかっていうね、いきさつみたいな聞かれればいいかなと思います。はい、そういうことです。はい、でいろいろとね全国回ったりとかね、なんかやって教えたりとかってやってるみたい。はい、若い人を、ね、育てようみたいな形のあれですね、うん、そんな話を考えると、はいはい、そういうことです。わかりました、はい、じゃあそういうことで、はい、来週はね、はい、それでは来週も、はい、よろしくお願いします。お楽しみに。あの猿